忍者デッキ最高。おーおーおん。ということで初心者による忍者デッキの魅力を紹介しようと思います。強いか弱いか聞かれたら、楽しいと言っておこうかな。遊戯王の知識があれば強いかも。まあ、とりあえずやっていこうやないの。なにこれ？なんだこいつ。このカードがモンスターゾーンに存在する限り、お互いにモンスターを特殊召喚できない。ほう、いわゆるメタカードというやつか。基礎能力は低いから普通に殴るか。シンプルに特殊召喚できないはめちゃくちゃ痛いな。ふん、なかなかのしたたかさだ。忍者デッキは特殊召喚多いか。おい、またかよ。ここは忍法帳でやりすご。うわぁ、うららかよ。徹底的にメタのつもりだな。まあ、いいだろう。モンスターの火力は負けてない。なにこれ。装備モンスターは、戦闘及び装備モンスターを対象とするカードの効果では破壊されない。はぁ、あ、やばいだろそれ。と、言いつつ冷静に対処させていただくぜ。カード名が同じモンスターの効果は無効化される。よし、効果が消えたところで。ヤグラマル出陣じゃ。フィールドのカード1枚を除外する。お覚悟。よし、メタってくるデッキならお相手さん、デッキパワー自体は低そうだな。さあ、パワー2000超えてみよう。貴様に神を見せてやる。力とは、こういうことだ。フィールド上の特殊召喚されたモンスターを全て破壊する。また、このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いにモンスターを特殊召喚できない。またかよ。愉快な、愉快な、愉快な。まあ、殴ればいいな。女の子やぞ。よし、モンスター自体は弱いしね。牛歩ながらも確実に勝ちに進んでるぜ。なにこれ。手札のこのカードを相手に見せて発動できる。デッキから大姫の5部以外のみかんこカード1枚を手札に加える。このカードをそのモンスターに装備する。その後、このカードを装備していたモンスターを持ち主の手札に戻す。爆の効果でカード回収だ。忍法帳いただきます。このカードの戦闘で発生する自分への戦闘ダメージは0になり、装備している場合、自分への戦闘ダメージは代わりに相手が受ける。やばすんぎ。半蔵さんを召喚して、カナムグラを回収。これそれそれそれ。ヤグラ丸の兄貴を特殊召喚。お前を除外させていただき、ま、ん？その前に忍法帳をチェーン。忍法魔法トラップカードおよび忍者モンスターをそれぞれ1枚まで、自分のデッキ墓地から選んで自分フィールドにセットする。ジオウをセットして。さあ来い。相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターのコントロールをエンドフェーズまでいる。お帰り。手札も場も万全だよ。さあ、かかってらっしゃい。またお前、か。だがしかし。ガチで危機感持った方がいいと思う。死んだんじゃないの？残念だったな。Game set!